はい、2023年2月の皇室です。中学生ですね。今月はこちらの色のね本を参考にしてください。はい、では行きます。ちょっとこれ手本見てもらうと、下のラインがねこうなってますよね。これをよく合わせていくような感じにしてください。まず第1行目ここ開けてますけど、下がね一番長くなりますよね。はい、そこからどんどん短くなっていくよっていう、そこの部分です。はい、調節はひらがなの部分がしやすいのかなと思いますが、あの下をねチラチラ見ながらやるんだよっていうとこです。あんまりこの書いてる部分だけに集中しないようにっていうとこですね。はい、ではいきます。この冬木の中ですね、こちら中心から始まってますよ。グッとしてふわっとさせたら、ストーンからの横へってさせておいて、トントンからのこちらで、こちらで、こちらからストーン、グーッ、こんな感じです。ちょっとそうですね、止まることができないかな。止まるっていうのはペンが離れるところが今あんまりなかったですよね。一気に結構いっちゃう感じなんだけど、スピード的にはグッとして、この辺とかは早いんだけど、グーってこういうとこゆっくりで、しっかり止まってからペンは離れないけど、止まってからスッと力抜いてトーン、グーっと来てっていう、この連続がねちょっと続いてましたよね。はい、そんな感じで、なんだろう、リズムみたいな、なんかそんな感じで思ってもらえるといいのかな。はい、そしてのなの2画目、この辺で一度見てあげるといいかな。そしてあ、かがあるんだね、この辺で終わるんだねっていうのを一度見てもらって、なでしょ、かで、てん、うん、鳥たちの、ここちょっと短めがいいかも。あ、まそうね、ちょっと短めにしておいて、ふっこういう感じで上の方を狙ってくればいいです。別にここから始まらなくていいので、ふわっとしておいて、キュッ、トン、トン、スッとまっすぐ、はい、まっすぐ、はい、ぐーっと内側入ってきておいて、トン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 、タッチ、たのこういうところも止まりやすいかな。たーが来て、ここからスッと力抜いてチーに入っていきます。中心との絡み合いをよく見て、ここね、チーはほらこう来て、またこの中心をねこう通り越してっていうのがありますよね。で中心でまた終わりますよね。で終わったと思ったらすぐにのーに入れるんです。これの姿、こちら上コンパクトにさせて、グッと開いておいて、こういうところに入れ込む形で足グイッとね、こちらね引っ張ってきて、横こっちにね、下をちょっと揃える感じね、こうに来て、そこからです、グイーン、この感じ、ね、かなり長いですよね、グーッと横の引っ張りがね。はい、これで下のところいっぱいな感じです。そして次2行目になりますが、これが上から来ますね。終わり位置を確認しておいて、そうして見てみると、ひらがなが結構な大きさ、あまり小さくないなっていうところです。漢字の文字も3つしかないですよね。だから結構大きめにしっかり見せてあげる、よく見える、ちょっと下げ目から始めて上がって、トントントン、ストン、ここから A に入りますね。見える、この季節この辺で終わる感じ、こうの下から上上がってきて、ストン上がりっ
ぱなし、中心、季節、少しなんかちょっとこう湾曲させた感じですよね。でこっち来てぐーっと真ん中をこう広くしたいなっていう感じからの、で下のラインがトントンって上がったような状態がありますよね。そしたらこのまんまいきますよ。トントントンっていうこんな感じで終わりたいなーって思ってください。でそれを覚えておいて、国構えみたいなのを書くとき、左側はすごく短いですよね。で上じゃない、ちょっと下がってるんで、下がっておいて、はい上がって、こういう感じで大きさをね見せて、トントントン、え、ストントン、金辺左しっかり出してぐーっと上がっていきます。こちらこちらトンからのトントンでグーで、うんうん、そう、こういうところの口は縦長ですからね、あんまり横に長くしなくていいですよ。上で、うん、この辺はちょっと調節が必要かな。なんか1行目から2行目のこの感じでピーっていうのができるといいよって言ってたんですけど、少しね書き進めていくうちにこちらの感じとは変わってきたなって思ったので、少し私もここを短めにしてみました。ひらがなはねその辺がやりやすいので、うん、本当だったらうをもうちょっと長さを出してもいいかなと思ったけど、この辺で止めておいて帳尻をね合わせています。11でいきましょうか。はい、こんな感じです。その辺を見といてください。では失礼します。